震災の津波で多くの児童と教職員が犠牲になった石巻市の大川小学校で、昨日、紙灯籠に明かりを灯し、犠牲になった人たちを悼みました。大川小学校では、震災の津波で児童と教職員合わせて80人が亡くなり、4人の児童が行方不明のままとなっています。この催しは、大川小学校の卒業生と地域の住民などで立ち上げた団体が去年から開いているものです。おかえりプロジェクトという名前には、お盆に帰ってくる先祖と帰省してくる人たちが共に安心して帰ってこられる場所にしたいという願いが込められています。会場には亡くなった人たちを追悼する紙灯籠が灯され、それぞれに全国の中高生から寄せられたメッセージが記されました。また、小学校の中庭に置かれた紙灯籠は、当時在籍していた児童の数と同じ108個。子どもたちがこの場所でよく探し集めていたというクローバーの形を表現しています。一時期は本当に辛くて悲しくてどうしたらいいかわからなかったんですけれども、今若い人たちがこの場所でまたこうした明かりを灯してくれて、また頑張ろうという気持ちになります。主催する団体では、大川地区を再び人が集まる場所にしていくため、今後もさまざまな取り組みを行っていくことにしています。お盆の時期に限らず、その何か活動拠点、みんなが帰ってこれる、安心できる空間っていうのをその大川に作って、いつでも帰ってきていいよっていうような状態ですね。また準備期間に入って、また来年いい成果を報告できる機会になればなというふうに思っております。